こんにちは今回はこちらの動画の補足です。こちらの動画の視聴もお願いいたします。前回の動画より蒸気の式を用いることで F 値から MTF コントラストの理論値を求められることを解説しました。F 値の下限理論値である F0.5 から F22 までを3分の1段区切りでコントラストを計算すると次のようになります。 ここでの F 値は3分の1段を数値的に求めた値です。例えば、MTF100 ラインを例にすると、コントラスト0.6を超えるためには F5.56 より明るい必要があり、コントラスト0.8を超えるためには F2.83 より明るい必要があることがわかります。また、MTF から求められる画素数を右軸に追加します。画素数は135フィルムサイズとして求めています。例えば、5000万画素の場合、 ホビオンセンサー等1ピクセルで1画素改造するためには MTF120 ラインの性能が必要となります。また、ウェイヤーセンサーであることを加味した場合、最低でも60ラインの性能が必要であることを示しています。この例にのっとり 5000万画素を正確に表現するためには MTF120 ラインの性能が必要となり最低限必要となるコントラスト0.6を得るためには F5.04 より明るくする必要があり推奨されるコントラスト0.8を得るためには F2.52 より明るくする必要がありつまり5000万画素のフォビオンセンサーが出た場合 F2.8 のズームレンズではセンサーの性能を十分に発揮できないと推定できます ウェイヤーセンサーの場合でも、開放が F5.04 よりも明るいレンズが必要と考えます。将来的に1億画素のセンサーが出た場合、MTF170 または85ラインの性能が必要となります。MTF170 ラインの場合、最低でも F3.56、推奨 F1.78 よりも明るいレンズが必要となり、MTF85 ラインの場合、最低でも F7.13、 F3.56 よりりも明るいレンズが必要となりますちなみに現在1億画素の撮影が可能な GFX100 は MTF140 または MTF70 に相当するため F2 または F4 よりも明るいレンズが必要と考えます私は高画素機が好きなのでレンズのみで周差を抑え明るく開放から使えるレンズが欲しいです今回は以上ですチャンネル登録よろしくお願いします